ヤマトマルチチャーター株式会社は、ヤマトホールディングス株式会社に属する運送会社。京都府京都市伏見区に本社を置く。旧社名は、京都ヤマト運輸である。ヤマト運輸の感染集約輸送の住宅。もともとは、ヤマト運輸が全国展開するに至って、事業免許を取得するために買収した企業の一つである。1994年までは、 京都地区及び奈良地区にて宅急便事業と引っ越し事業も展開する地域法人として機能していたが、それぞれ共に当時の親会社であるヤマト運輸に吸収されて、以降はヤマト運輸の運行や京都地区でのジットボックスの集配などメインに活動している。他にヤマトグループ外の一般貨物などのチャーター輸送などを展開している。本社は 旧社名から指すように、京都府京都市伏見区に構えているが、一時期大阪府寝屋川市に置かれていた時期がある。本社敷地には、京都支店を呼び、大和運輸の横尾自宅急便センター、大和オートワークス京都工場、ボックスチャーター、京都支店が入居していたが、平成29年7月より、本社建て替えのためそれぞれ移転している。投資基地に以前あった。 宅急便の看板には、京都大和運輸と書かれていたが、社名変更後は、京都の文字を消して、大和運輸となっていた。旧社名時代は、制服も大和運輸と同じであったが、現在は全く違う制服に変更されている。2014年再び、大和運輸と同じ制服に戻された。長らく HP が開設されていなかったが、2012年6月から、 HP が開設された。ヤマト運輸ほか大型車を持つヤマトグループ各社がショートキャブで、ロールボックス18本積み車両を導入している中、当社だけは、フルキャブの16本積み車両の状態が続いていたが、一部18本積み車両も導入されている。また、2014年頃から、セミトレーラーも積極的に導入されている。 社名変更とともに、トラックからの京都大和運輸の文字も消され、すべて、大和マルチチャーターと書かれている。また、大和運輸同様の卓球便と書かれた新旧カラーの車両及び、独自の塗装の車両がある。大和運輸とデザインが同様のトラックであっても、大和マルチチャーターの自社内運行事業ではないため、トラックドアには、運行の文字ではなく、一般である。 独自ロゴのトラック。フルキャブ旧社名時代に賃金等不正請求事件が発生。2から3ヶ月勤務の様子を見て、同社の正社員に登用されるとして、アルバイト採用された、A 従業員が会社側の労働組合に加入せず、個人で連帯労組へ加入した。このことが原因で、A 従業員は、本採用はできないとされた上に、残業手当。 大型社の乗務の拒否、賞与の支給などで差別的な扱いを受けたとして損害賠償請求がなされ、大阪地裁より一部容認、一部棄却の判決になった。通称、京都大和輸入事件。旧社名時代の2006年11月21日に元社員数名が同社の京都支店を呼び、大阪支店にてプロ野球の賭博行為を行った疑いで、 逮捕書類送検された大阪府警では、大阪支店では、約3000万円が動いていたことを確認している。一部の収益は、暴力団へ渡ったとみている。AB ヤマトマルチチャーター株式会社第98期決算。 広告ヤマト運輸労働組合 http コロンスラッシュスラッシュ www.zenkiren.com スラッシュ人事スラッシュ h e n r e i ラッシュ shoshi スラッシュ07379 html 全キレ http コロンスラッシュスラッシュ www.iamato-hd.co.jp スラッシュ csr スラッシュレポートスラッシュ pdf スラッシュ 2007.pdf ヤマトグループ CSR 報告書2007朝日新聞デジタルマイナ -2006 年11月21日ありがとうございます